さて、ファーミングシミュレーター16ですね。パソコン版の方です。パソコン版というか、Windows 版というか、なんて言うんだろう。で、よくちょっと調べてみたらですね、もう17っていうのが出てるんですね。いやー、なんか新しいのが出てて、いやー、そっちの方がいいなーなんて思いつつ、まあ、せっかくこっちも500円払ってダウンロードしたんで、やるかーなんて思ってますけど、どうもその、本当のやつはいろいろ機能があるんですよね。どうもこの Windows のパソコン版っていうのかな、ストアで買ったやつは、いろいろ省略されてるみたいなんですね、機能が。なんで、ああ、なるほどなぁ、なんて思ってたんですけど、この前、この草刈り機をですね、買ったんですね。で、これ、草刈り機はいいけども、買ったはいいけども、どう草刈っただけで、その後何をしんといかんのかっていうところで、悩んでるんですけどね。この草乾燥機と草干し機と2車両とあとなんかもう一個いんねんな。なんだっけ、これかな、この梱包機みたいなやつも本当はいるんですよね。梱包してくれるんでしょ。なんだけどよくわからんだいなぁ。コンちょっとインフォメーションあったなぁ。藁や干し草の束を作る。草を乾燥させる必要があります。草の束は家畜の餌になる。牛小屋に24個まで。藁を作る。ちょっと待って、さっきのやつ8万5千もすんの。にしろまず草刈り機は買ったんで、草乾燥機これ意味がわからない。乾燥した草を干し草にすることができます。買った草をそれに、まずじゃこの草乾燥機を買ってみますか。はい。で、この2車両っていうのもちょっと買ってみましょうよ。はい。2つ買うたけど、取りに行くの面倒だなぁ。ここに2つあるんだよね。はい。通りに行くの面倒だな。ちょっと待ってよ。はい。なっていうのがあるもんな、ゲームな。あと69,899。草さえあればな。でも干し草で牛がなんとかミルクを出してくれりゃいいよ
くなぁなんて思っちゃいますけど、そういう簡単なもんじゃないのかな。2台同時に持って帰るってことできへんかな。
これはこれで面倒ないね。こいつで回収できるのかな。トレーラー運転
転しにくいな。入るこれ。入られへんね。羊があるってことはさ、牛もあるってことじゃん。関係ないか。草をどうすりゃいいっすか。草出したね。ってことは何なの。え、でも金は増えへんよね。どうしてくれたんや。ちょっと待ってよ。統計、牧草、めっちゃ減ってるけど、牛が食べてるってことかな。ちょっと待ってよ。牛が食べたら肥やしとかもできるってことかね。ミルク、販売してないもんね。うん。干し草はどうすりゃいいの。お金になれへんのかな。困るね。ちょっともうちょっときれいに回収するか。回収しにくいなこれ。もう回収しにくい。これはひどいな。
けども、生えてくるまで待たんといかんもんね。バイオガスで861、安いなぁ。使っちゃう。統計。お、ミルクがちょっとできたね。750。おぉ、5% って。販売量。これ、ね。860。安いなぁ。安いなぁ。バイオガス。で草を回収して、じゃあ草を干して、まあ、草乾燥機で干し草にして、牛に餌やったのとバイオガスに売ったのと、というところで今日は終わり。